帝国のお話。おはようございます。あれ、今回はあなたなのね。前回お話聞く側だったのに、今回その続きをお話しするっていうのが違和感あるわね。あなた、もしかして知らないふりをしていただけ。そう思われても仕方ないわね。でも、前回の私と、今回の私は全くの別人。そんな感じで捉えてもらえれば幸いね。うん。前回は御検定時代に入ってネルーアのお話を中心にしていたよ。元老院に嫌われていた、先帝ドミティアヌスの後なので、基本は反ドミティアヌスの路線を敷いており、元老院からの選出であったネルーアは、元老院嫌いな民衆のためにお金をばらまいて人気を得ていこうとした。軍も同様に金をばらまいていたが、軍はフラウィウス家についてきた人ばかりなので微妙な結果になった。反動がないように慎重さもあったことから、臨時皇帝としては悪すぎない結果になったと思うよ。御検定の最初は、慎重で終わったのね。そして、この得体に支持されたトラヤヌスが次のローマ皇帝に即位。ネルーア同様、先帝ドミティアヌスの反対路線を行って安全確保。そして、帝政開始から防衛に尽くしていた慣習からはみ出て、ダキアやナバテア王国に遠征して属州化することに成功。それから内政に尽くし、建設や娯楽を展開しながら、孤児への救済活動なども行った。そして、前回最後にお話しした通り、パルティア遠征を始めることになる。禁断の領域ね。それでは、パルティア遠征のお話からしていこう。うん。さて、パルティアはネロの治世で一度平和が保たれていたね。ネロは、干渉地帯アルメニア王国の王をパルティアから選んでも構わないが、そのアルメニア王はローマ帝国に臣従することでバランスを取った。アルメニアを治めたいパルティアと、面目と権威を維持したいローマが妥協した結果ね。そう、こうしてパルティアとの衝突は起こらなかったが、トラヤヌスは好戦的であった。110年、パルティア王オスロエス一世が、アルメニア王サナトルセスを廃位し、自分の甥アクシダレスを即位させた。ローマに相談なく行われたこの行動から、トラヤヌスは軍事行動を決定。それを見たオスロエス一世は、弟パルタマシリスを代わりに王として、トラヤヌスが退官するという妥協案を提案したがトラヤヌスは拒否。こうしてパルティア遠征が確定した。せっかくいい感じで保っていたのにやっちゃうんだ。まあ、これに対するトラヤヌスの思いがどこまであるのかはわからない。今では、パルティアの脅威に対する抑制レベルで考えられている。司令官ハドリアヌスによって軍が編成されていき、114年にはアルメニアへの侵攻が始まった。王パルタマシリスを捕らえ、あっという間にアルメニアを占領し、アルメニア属州にした。115年、アルメニアから南下して、アディアベネ、パルティアの従属国、に侵入。そこの王を捕らえて都市を抑えた。一方で、西側にも進んでオスロエネのエデッサなどを抑えていった。こうしてメソポタミア北部をローマが抑えることに成功した。いい感じね。116年、アディアベネを完全に抑える一方、ユーフラテス川を南下してティグリス川に移動。そのままセレウキアとクテシフォンを占領。さらに南下してペルシャ湾に到達する。トラヤヌスは、ペルシャ湾周辺を治めていたカラケネ王国と結んだ。成功ね。しかし、パルティア遠征で東部のローマ軍を使っていたため、軍が減ったことを見たユダヤ人が反乱を起こし始めた。これはパルティア遠征で占領した土地にいたユダヤ人にも火をつけていき、幅広い反乱が引き起こされた。トラヤヌスをはじめとする、遠征軍のリーダーたちは直ちに鎮圧を行おうとするが、部分的にしか抑えられなかった。さらに、トラヤヌスが暑さや雨などの気候変化によって病気を患ったため、帰還することを余儀なくされた。トップたる司令官がくたばったらおしまいよ。ローマに戻ろうとしたトラヤヌスだが、次第に痩せこけていき、キリキア属州にて肺腐臭で亡くなった。ああ、亡くなってしまったのね。トラヤヌスは死に際に、シリア属州総督ハドリアヌスを養子にして、パルティア遠征の総司令官に任命。この後のパルティア遠征は、ハドリアヌスに託されることになった。それとともに、ハドリアヌスが次なるローマ皇帝となり、物語は続いていく。次の幕が上がるわね。それでは、ハドリアヌスの物語に移っていこう。うん。ハドリアヌスは、76年、ローマかヒスパニアで生まれた。曖昧ね。76年なら、ウェスパシアヌスの治世か。
トラヤヌスから見ると、いとこの子にあたる。86年、両親が亡くなってしまい、ハドリアヌスは姉と共にトラヤヌスの庇護下に入る。もうここから関わりはあったのね。徐々に元老院の出世コースを歩んでいき、98年にネルアが亡くなった際には、トラヤヌスに急いで伝える役を果たした。パンノニアやゲルマニアなどで将校を経験し、戻ってきてからは財務官、御民官、法務官と出世コースを順調に歩んだ。問題ないわね。114年、パルティア遠征で軍団の司令官を任され、パルティア遠征の補佐として活躍。117年にはシリア属州総督となったが、間もなくトラヤヌスが亡くなったことを聞く。そしてトラヤヌスの後継者として選ばれ、パルティア遠征を引き継いだ。ここでトラヤヌスのお話と合流ね。ユダヤ人の反乱が続いていたが、しばらくハドリアヌスは対応した。そして、トラヤヌスが広げていったメソポタミアとアルメニアを早々に放棄して、東部教会を安定させていく。領土広くても、収められなければ無意味だものね。こうして一応の集結をした後、蛮族の侵入が見られたダキアとモエシアに赴いてたよう。それが終わってやっとローマに戻ることができた。こうしてローマ皇帝ハドリアヌスとしての活動が始まる。スタートね。ハドリアヌスが皇帝となるにあたり、この絵長官アッティアヌスは対抗してくるであろう議員に陰謀の罪を着せて処刑。完全に先手を打ったわね。さて、トラヤヌスが攻め、と言ったが、対照的にハドリアヌスは守り、となる。それは東部安定のために、メソポタミアとアルメニアを早々に手放したことからもわかるだろう。そして、ハドリアヌスといえば視察だ。視察？ローマ帝国は広大な領土なので、皇帝は基本的に離れた場所に関してはその地の総督に任せていた。だが、ハドリアヌスは自分の目で確かめたい人であった。だから、ハドリアヌスは治世の多くをローマ外で過ごしている。熱心ね。それでは、視察という名の旅行へレッツゴー。おー。まずは、ブリタニアだ。ブリタニアは、フラウィウス朝の時代にアグリコラが進軍していったことでローマの領土として拡大していった。とはいえ、北に追いやられていたケルト人からの侵入が続いたので、ハドリアヌスは防御壁を作ろうとした。こうして122年からハドリアヌスの長城の建設がスタートした。全長 118km にもなり、完成には10年かかった。それで価値があればよろしいね。そして1年以内に視察を終え、ガリアを経由してヒスパニアに入った。123年、マウレタニアに到着するが、パルティアで何か動きがあったらしく、すぐさまパルティアへ向かう。まあ詳しいことはわからないが、そこで交渉して解決したそうだ。そして124年、ギリシャに到着。ギリシャ文化が好きだったハドリアヌスは、そこで行われているエレウシスの秘儀という儀式に参加。その後、ペロポネソス半島に渡って、神社や寺院の再建を行っていた。126年にイタリアへ戻ってきた。おかえり。この時期、アグリッパが建造して、火災で焼失していたパンテオンを再建しており、その途中を確認。この時期、ハドリアヌスは病気にかかっていたというが、視察を続けた。128年、アフリカにも訪れたがすぐにローマに戻り、再びギリシャのエレウシスの秘儀に参加。本当ギリシャ好きねー。130年、アジアを経由してエジプトに到着。そこでナイル川を航海していたが、愛人のアンティノウスが溺死してしまった。アンティノウス。ハドリアヌスが寵愛していた男性だよ。あらら、男の愛人なの。そうだよ。まあギリシャやローマなんて男色のお話多いから、全然変な話でもないけれどね。こうしてひどく悲しんだハドリアヌスは、アンティノウスを神格化。そのため、無名な人物だった彼は大量の芸術作品として作られた。キャラが立てばなんでもあり。ナイル川を渡った後、再びギリシャに行って旅を堪能。もう皇帝やめてギリシャに住めばいいんじゃないかな。その後、ユダヤのエルサレムを訪れたが、ここはティプスが包囲戦で壊していってから荒れ果てた状態のままであった。ハドリアヌスはエルサレムの再建を約束するが、エルサレム神殿の跡地にユピテル神殿を建てようと計画していたため、ユダヤ人が激怒。ユダヤの最高指導者であったラビ、アキバは、カリスマ性のあったバル、コクバをメシアだと宣言して、反乱を起こした。後に、バル、コクバの乱、と呼ばれる、ユダヤ人の反乱が始まった。
反乱軍の不意打ちによりローマ軍は敗北し、ここから2年半はバル、国馬がユダヤを統治することになった。しかし、ハドリアヌスは最強の部下ユリウス、セウェルスをブリタニアから召喚。135年、ユリウス、セウェルスによってエルサレムは陥落し、バル、国馬やラビ、アキバを中心にユダヤ教指導者は殺害、処刑された。ユダヤの不安定さをユダヤ教にあると考えたハドリアヌスは、属州名をユダヤからシリア、パレスチナに変更。この場所がパレスチナと呼ばれているのは、ここでそう名付けられたからだという。へえ、歴史を感じるね。こうしてハドリアヌスの旅行、じゃなかった視察は終了した。いや、実質旅行みたいなもんよね。さて、それ以外の内政やらも見ていきたいが、今回は一旦終わるね。よかったらチャンネル登録よろしくね。はーい、まったねー。